藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今日も私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、最後までゆったりした気持ちでお付き合いいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。またですね、ぜひともこれご覧いただいて少しでも参考になったとか、いや藤谷一生懸命やってるから参考にもならんけども応援してあげましょうという方はチャンネル登録といいねの方でその意思を表現していただけると私としては励みになりますのでよろしくお願いいたします。それでは参ります。今日の企画はこちらになります。ジュリーアルバムアプローチです。ジュリーアルバムアプローチということで音源は使いませんけれども、私が勝手に、その思いの方を話させていただいておりますが、取り上げているのは歌謡曲のトップ沢田研二の時代の、今度は華麗な宴にどうぞ1978年8月のアルバムです。A 面のレコード時代は A 面の最後の曲になります。探偵悲しきチェイサーという曲です。詩悪友曲王のカツオ編曲船山元樹というトリオは一緒です。このアルバムの中で次の曲だけアレンジャーが宮川博さんに変わっておりますが、ここでも船山元樹さんが編曲されています。最初このタイトルを見た時にこの探偵で悲しきチェイサーってなんかお酒に溺れた探偵がなんかすんのかなとそれもね強めのお酒飲んでチェイサーでお水をガブ飲みしてみたいな話かなと思ったら全然違う世界観です。なかなかドラマチックなそのドラマも、個人的な好きだ嫌いだの部分じゃなくて、人間都会の大きな、まあ、高いビルの中からこのせっせと動き回る人たちを見ながら探偵を仕事にしているものが人間の業、人間世界の切なさみたいなものをしみじみと感じているタイプの歌です。キーボードというか音の感じも非常にドラマティックで、私としてはこうなんか、なぜタイトルが探偵ですからね、このタイトルから見てなんかドンとこう刺さってくるような嘆くような 大きな、感情表現する歌かなと思ったらそうじゃなくて、大人の男性の哀愁、その世の中のやるせなさ、愛で人を刺す女の話とかいうフレーズが、まあ、その通りじゃないですけども、そういうドキッというフレーズを出しながらそれで心をこう揺らしながら、その探偵がベッドに身を横たえるみたいな世界観が歌われてて仰天したんですけれども、この感じはやっぱり阿久さんの世界の感触が一番大きいんですかね。阿久さんの詩の世界という気もいたします。まあちょっとこう否定的な面から言うとえらいキザな歌だなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、メロディーがそのドラマチックなと申し上げましたが、かなり爽やかなんですよ。そこが不思議で、でアレンジもその比較的こう濡れたアレンジではなくて、まあドラマチックなんだけれどもこう割と爽やかなというかこう開けた明るいアプローチになっているような気がして、あれなんでこんな爽やかな世界観でいくんだろう、世界観とかメロディーサウンドでいくのかな、爽やかなのはちょっと言い過ぎなのかな、思った以上にポジティブな叙情が流れてる曲です。不思議な曲だなと思いました。この当時のジュリーさんの曲としてこういうまあ、全体像みたいな曲を持った曲は他にもあるんだろうか、一つのドラマの中の曲みたいな感じですね。昔よくあったの2時間ドラマで探偵が最後のラストシーンで、ラストシーンもあれですよ、そのラストに人が捕まってったりする後、最後のだいたいそこでバスッと終わる、その手に手錠をかけられて終わるという場面であるドラマでも、2時間ドラマって最後にちょっとコメディーシーンがあったりするじゃないですか。あの時に一人で、そのダンディーな、微笑みニヒルな微笑みをたたえながら世の中を見てる探偵の視点、小説でいうとレイモンド・チャンドラーが
描いたフィリップ・マーロー的なもんだと僕は思うんですけどね、いかがでしょうか。今日はこの今度は華麗な宴にどうぞで A 面の最後、ちょっと意外な曲です、面白い曲です、探偵悲しきチェイサーという曲取り上げてみました。来週次の曲に行きますので、また来週ご覧いただければと思います。よろしければチャンネル登録といいねの方もよろしくお願いいたします。それではまたお目にかかります。最後までご覧いただいてありがとうございました。失礼します。